巨人菅野、浅野は守ってくれませんでした。文句なしや。さすがの菅野、今日は一切ストレスない試合やったわ。腹もウキウキやな。まだまだエースは譲らないという意地を感じるわね。野手の皆さんはよく打ってくれましたけど、浅野は守ってくれませんでした。畜生菅野は絶対にいじると思ってたわ。キャラがよくわかるインタビューやな。ここまで復活するとは思わんかったわ。ベテランいじりはほどほどにしとけ。菅野復活してるのありがたや。頭軽く叩くの含めて良いよな。浅野は打席でも今年一番くらいの歓声を受けてたの。ドライチのホーム化を見せはいい伝統だわ。いやまああのずっこけは空なあ、マジでパワプロの操作ミスやったもん。菅野の真骨頂は請求な強波、マジで全盛期のそれ。